皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は思想は外国というお話をしたいと思っています。最近なんかこう欲しいものっていうのは大抵手に入れてしまったなという感じがするんですね。で、物を集めてもうごちゃごちゃしているのもストレスで、いかに物を減らすかみたいなフェーズに入ってきてるというか、最小限のどうしても持たないといけないもの、持つべきものだけを持って生活する。そしてそのものにこだわる。その持つものについてはすごくこだわって厳選していくみたいな感じで、その物質的なものについてはですね、樽を知るではないですけども、どんどんね削っていくフェーズに入っているなと思います。一方で知識とか体験、物でないものというのは蓄えても蓄えても欠乏感があるというか、足せば足すほど足りない感じがしてくるという感じがして、なんでしょうね、その辺の好奇心というか、それを追い求める気持ちっていうのは日に日に増していくばかりでございます。ところがですね、そうやって知っていることと言っていいのか分かんないですけども、知っていると思っていることが増えてくると、知っていると思っていることで解釈してしまうという課題があるんですね。例えば目の前に哺乳類っぽい動物がいるとして、見たことのない、でもそれは動物だと、で新しいなって思えればいいんだけども、なんかこれって犬と猫とネズミを足して3で割ったみたいな感じだねみたいな感じで、今知っている既存のそのなんか知っているものを足し合わせて解釈しようとしてしまう。結局目の前にあるものは新しいはずなのに、解釈のタイミングで結局既存の自分が思っているもので解釈してしまうというところで、この解釈ばかりはですね、なかなか厄介で、新しいものを古くしてしまうというか、新しいはずのものを全く新しさを感じさせないくさせてしまうみたいなことがあるんじゃないかなと。なのでこれを打ち破るには、それを超えるような強烈な新しい体験をする他ないのかなというふうに思ったりするんですね。だから今その言った動物みたいなものが、どこか犬と猫とネズミでっていうふうに表現できてしまうレベルだから、そういうふうに解釈してしまうと、それをそういうふうに解釈しなければ十分新しいのに新しく見えないと。だからやっぱそれを超えるだけの新しい体験をしなければならない。それはわかんない、Amazon の秘境にね探検するとかでもいいし、外国を旅行するとかでもいいと思うんですけども、それはそれで今度、現代人のねこの忙しい現代人がそれをしていくにはなかなか難しいと。よほど時間とお金に余裕があってっていう人ではないと難しいので、もっとね簡単にそうする方法はないだろうかと。ないだろうかというか、僕はあると思っていて、それがですね、対話なんですね。そしてその対話は、会話ではないと、以前もお話ししたんですけども、なんかちょっとね最近暑いですねとか、仕事どうですかみたいな、そういう世間話ではなくて、本当に自分が深いところで思っている思想レベルの会話、もしくは自分が深いところで見ている認識のフィルターみたいなところをですね言語化する、そういう対話の時間っていうのはとてもね、外国に通ずるものがあると。それが今日のタイトルである思想は外国っていうことなんですけども、外国に行く必要はなくて、隣人とね深いレベルでの対話をすれば、それはもはや外国の異文化レベルのなんか発見があるよってことなんですね。で、さっきそのよくわからない動物をどう見るかみたいな話をしましたけども、そのどう見るかも対話をすればですね、その人がその動物をどう見るかっていう、その人の解釈の仕方、その人のものの見方を聞くと、全然犬と猫とネズミを3で割ったとかいう解釈じゃない可能性があるんですよね。そうするとその目の前にある動物自体は変わらないんだけども、そういう見方があるんだと思った途端、その動物が違って見えてくるみたいな感じで、実はこの解釈とかね、その認識みたいな部分でいかようにもですね、今まで当たり前だと思ってたこととか、もう今見たことあるよとか知ってるよってことが全く知らないものに変わってくるという面白さがあると思うんですね。そしてそれを生み出す装置が対話だというふうに僕は思っているので、人との対話っていうのはある種海外に旅行に行くよりもですね、気軽にできること、気軽にできるのかな、相手との同意さえあれば気軽にできることだと思いますので、対話っていうのをですねお勧めしたいと思ってますし、僕自身はそういったったことを仕事にもしていますし、仕事以外でもそういった活動をしているということで、結局ね、なんか対話をする人みたいな感じで、今生計を立てつつ、そして趣味も対話をすることだみたいな感じになっているので、なんだかんだ対話する人、そしてそのなぜ対話するのか、それは思想を深めていく、考えるということが楽しいからということなんですけども、対話っていうのはですね、まさに思想に触れるという体験であり、そしてそれはある種外国に行くのとさほど変わらないんじゃないかというふうに思うわけですね。なので好奇心がこうある方、いろんな知らないことをもっと知りたいという方、海外旅行もいいんですけども、誰かと対話してみてはいかがでしょうかというお話でした。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。